ー山田です。 EX レイドがデオキシスに変わりますよといった話の動画を撮ったその翌日の早朝に、公式サイト更新になりましたね。ゲーム内の方の、お知らせをずずいと読んでちょっとまとめましょう。はい、こんな感じの画像になってます。クソかっこいいよね。デオキシスクソかっこいい。ちなみにこれがノーマルフォームなんで、他のフォルムの、バージョンもね、多分今後出てくる、見れる機会があると思います。どれもかっこいいですね。幻のポケモンデオキシスが EX レイドバトルに登場。はい、大丈夫です。プッシュ通知で知っております。これまで登場しなかった、宝円地方で発見された幻のポケモンが EX レイドバトルへと、登場しました。登場決定しましたか。DNA ポケモンのデオキシスがついに EX レイドバトルに登場です。さらに EX レイドパスをフレンド1人にシェアできるようにもなります。はい。シェア機能の方ですね。こちら公式さんからやっと、正式なアナウンス出ました。1人の人に、シェアできるようになりましたよということですね。イベントの内容としてはミュウから、デオキシスに EX レイドバトルが変化しまして、そして仲良し度が親友以上のフレンドを1人招待できるようになりました。そして EX レイドバトルが行われる対象ジムが確認できるようになりましたということでございます。はい。ですね、ゲーム内みたいなこれ全部ちゃんと箇条書きでまとまってましたね。この3点です。今回重要なのは。変わりますよという話と、あとは EX レイドバトルは、さっきね、上の方ではシェアできるって書いてあったじゃないですか。シェアはできるんですが、複数人にこうパパパッとできるようなものではなくてですね、1人。しかもそれは、友情ですよね。友情じゃない、仲良し度。仲良し度が、親友以上になっている人からしかシェアができないといったことでございます。なので、今まで以上にフレンドの需要っていうものがまた高まるっていう状態ですね。そして対象ジムを確認できるようになりましたと。はい、こちらすでにね、今日の朝から話題になっております。ということで、実際にこれ、ジムですよね。対象なのか否かっていうものをいろんなところでちょっとチェックしてこようと思います。こんな感じの表示ですよ、みたいなところをね、ちょっとね、ご確認いただきたいなと思うので、ちょっと外に今から行ってみようと思います。それじゃあ、早速行ってみましょう。はい、とりあえず今ね、JR の御徒町駅の、ジムの根元に来ています。でですね、ここ駅前なので、場所によってはね、もしかしたら EX レイドとか、なってるかもしれませんが、JR 御徒町駅、はい、はい、こんな感じですね。今回したんで紫になってますけど、右上、何の表示もございません。ということで、ここ、スポンサーか、もしくは EX レイドだと、右上にね、表示がすげえな。すげえ言ってるな。右上に表示が出るんですね。ということで、これがないということはどちらでもないということが分かりますね。よいしょ、今すごい遠くにですね、はい、怪力レイドが出てますね。とりあえずこの怪力レイド EX 対象ではなさそうなんですが、スポンサーなんで一旦行ってみましょう。はい、それじゃあちょっと、7玉が5個かな、5連だと思います、割れるんでちょっとやっていきましょう。まず1個目さあ、中身なんでしょうかね。限定系だと嬉しいぞ。誰だともんじゃら。誰だ。2回目はと、ディグだね。はい。なんだと。ディグ、ディグ。もじゃディグ、ディグからの、にゃー。ラスト、もじゃディグ、ディグ、にゃーからの、ケンタロス。ありがとうございます。個体値なんだろうね。1397はトップレベルで防御マックス型、悪くないんじゃないですか。怪力のとこ来たのはいいんだけど、雨降ってきたね。はい、今とりあえず怪力レイドここねクリアしました。さっきのジムでございます。よいしょ。はい、マクドナルド神田末広町店舗で、ここは、はい、スポンサーなんだけど EX の表示じゃないですね。ですぐ近くにですね、また別のジムがあるんですね。はい、秋葉原の駅のすぐ目の前にまた別のマックがあって、以前僕そこで EX レイド当選したことがあるんですね。ということで、一旦そこのマックの表示がどうなっているのか、そちらをチェックしてこようと思います。駅前までゴー。はい、また1箇所ちょっとスポンサージムがあるんで、ちょっと確認していきましょう。こっちじゃない、ソフマップじゃなくて、はい、もう1軒マクドナルドですね。秋葉ね、マクドナルドほんといっぱいあるからね。ここの秋葉原秋葉館は残念ながら普通のスポンサージムみたいですね。はい、残念。ここスポンサーじゃないんですけど、一応やっていきましょう。よし、やっていきましょう。2348、色はどうだ、普通ですね。よし、オッケー。なるほどね。とりあえず3台ゲットできたんですが、すぐ近くでですね、またマックのレイドをやってるんですね。でこれでもね、さっきのスポンサーだけど EX レイドって書いてなかったところで、昔僕が当選したことがあるマック、別のところちょっとすぐ近くなんで、さっとちょっと行っちゃいましょうか。はい、それじゃあですね、以前僕が EX レイドのパスを、取得することができた、ジムですね、そちらの方をタップしようと思います。こちらのジムですね。はい、マクドナルドなんですが、お、スポンサードの文字になってますね。 EX レイドになってないですね。この場合はどっちなんですかね。次の EX の配布対象のやつだけそうなるのか、もしくはこの Mac が EX レイドの対象から外されている可能性っていうのも、まあ、なきにしもあらず、Mac 自体がね、もうそういう対象じゃないっていう可能性もまあありますから、とりあえずちょっと他のスポンサーとか EX レイドの、当選可能性があるところをちょっと見に行ってみましょう。はい、久しぶりにこのスタジオで撮ってるな。ロケをね、先ほどまでして、いろいろ回っていたんですね。で、ちょっとあの後、別の、僕が、今まで EX レイドを当選したことがあるジムっていうのを回ってみたんですね。なので、本日、計3カ所、回ってみたんですが、そのどれもですね、ジムの右上の部分ですよね。タップした後に右上が、スポンサードではなくて EX レイドジム、EX レイドジムかなという表記になっていませんでした。で、あれなんでだろうなって思ったんですが、これなんですけど、単純にその部分だけまだ実装されてない説がございます。マジかよーと思って、まあ、しょうがないですね。ということで、まあ、近日中にね、こちら表示が出てくる可能性がございますので、皆様やっていきましょう。でですね、ちょうど前回の動画だとデオキシス対策結構ざっくりとした感じでしかお話ししていなかったんですね。なので、今回少しね、攻略おすすめポケモン、プラスで紹介していこうと思います。よいしょ。はい、こちらのページでございます。デオキシスの対策準備おすすめレイド攻略ポケモンということですね。この中にいる、まあ一番やっぱりいいという風に皆様ね、なっているのは噛みつく、噛み下すのバンギラスと。はい、噛みつく、噛み砕くバンギラスはまあ大体作ってる人が多いっていうところでね、最適になってくるのかなという感じなんですが、まあ他のポケモンですよね。例えば、これ2位に入ってきてるミュウツー、サイコカッター、シャドーボール。これね、まあミュウツーがこう出てきた当初ですよね。まあミュウツー対策にミュウツーが入ってると、いや持ってないからっていう。持ってないから見てんのになんで入っとんねんみたいなね、ご意見とかもあって、まあその通りだなと思ったんですけど、今だったら1体か2体結構持ってるんじゃないですかね。また、シャドーボール。ちょうど先日のね、こちら公式さんのアナウンスで、間もなくシャドーボールが、というかこの動画を上げてる当日ですね、までしかシャドーボーミュウツーっていうのは作れないという風になっていまして、で、僕動画の中でね、こちら変えた方がいいよと。もしも、何でもいいから持ってる、なんとなくこう、いるミュウツーをシャドーボールに一回変えといた方がいいんじゃないかと。まあ、破壊光線よりは個人的にはおすすめなんですけど、これを、やった方がいいという話したのでやって作ってるかなと。で、これを強化してあげるとだいぶ攻略が楽になると思います。はい、相手のね、あれが刺さりませんからね。バンギラスだと、ちょっとね、弱点使えちゃう可能性ありますけども。あとはですね、面白いなっていうところはですね、カイロスとか、この辺が意外と、ハッサムはもちろんね、あれなんですけども、結構スワッと連想されると思うんですけども、虫食いシザークロスのカイロスとかでも、まあまあダメージ出せるんですよね。まあ虫タイプということで。で、ただし、そんなこいつをがっつり育成している人って、まあ少数ではあると思うんですよね。だから、例えば適正ポケモンが全然足りないけどダメージ与えたいっていう時に、カイロスで高 CP のやつを拾えたならば、こいつを当ててあげて、でもいいかなみたいな、そんな扱いになってくると思います。あとはですね、まあ飛行ですよね。飛行でちゃんと、ドラゴンか、ドラゴン技で揃っているレックーザとかね、海竜ボーマンダーとか、この辺はまあ本人の種族値が高いので、この辺は評価高いと思ってください。で、これはね、結構面白いポケモンなんですけど、サメハダーですね。サメハダー、まあ9位ということで決して順位は高くありません。なんですが、噛みつく噛み砕くこいつもできるんですね。まさかの。で、DPS も 29.10 と。はい。悪くないんです。コンボ DPS。まあ、技構成だけで言えば、バンギラスと同じなんですね。まあ、もちろん本人の種族値の部分ですよね。サメ肌は、まあ、バンギラスほど CP は高くありません。よいしょと。はい、こんな感じですね。1986と低い。ただしですね、これ面白いのが、攻撃だけ見てください。攻撃243。高いんですよね。というとこで、まあ、耐久力がないので、正直すぐにやれてしまいます。なので、この、なんていうんですか、サメ肌で艦隊組もうとしても、まあ、すぐやられちゃうんですけど、まあ、あれですね、デオキシスに対して当てられるポケモンがいないならば、例えばさっきのカイロスもそうなんですけれども、サメ肌、高 CP のサメ肌ですよね、とかをベンと当ててあげてもいいかもしれません。でね、今回もやっぱいいよね、ゲンガーが 34.75 と非常に高いんですよ、DPS ね。ただ、本人のその耐久力がないと。まあ、ここのあたりは、その、まあ、バンギラス艦隊が、一番無難な編成ではあるんですが、それぞれね、多分使いたいポケモンとか、あとはそのご本人様のね、手持ちが足りない時に、あ、こいつだったらいいわって選択肢が、この2位から10位の間にいるならば、編成してあげてもいいんじゃないでしょうかと。そしてデオキシスなんですけども、ノーマルフォルム、こちらが出てくるっていうようなね、お話になっていました。で、この CP なんですけど、原作の種族値、こちらを算出した場合、それとイコールでね、まあ、ポケモン GO ってその種族値、原作の種族値から計算して、求められる CP になる可能性が非常に高いので、結構ですね、もうすでに出るんですよね。なので、もしも数値がいじられてなかったり、いなかったら、デオキシスノーマルフォルムっていうのは最大 CP が22749で、これがですね、卵、レイドですね、の場合は1570がマックスなんじゃないかと、今のところ予想されています。そして天候がね、強風とかがあった、ブースト状態になっていると1963になるんじゃないかと言われております。なので、この数字ね、まあ、とりあえず1570の方を覚えておいていいのかなと思います。はい、ということで、ね、まあ、なんとなくデオキシス対策の話をしていきました。なんですけれども、今日ね、まあ僕ロケしながら合間でちょっとね、山頂ね、やってみたりとかしてたんですが、今日で山頂と、もうバイバイになっちゃいますね。20日20日、で、山頂の復興が終了。ついでに言うとレジロックですね。こいつも、今日で、終了でございます。明日からは出ません。一つの区切りが来て、そして明日から、21日からミュウツーバンバン出てくるのでしっかりやっていきましょう。まあ、今日ね紹介したデオキシス対策で挙げたポケモンたちっていうのはね、対エスパーに有効なポケモンたちなので、明日のミュウツーレイドでも、使っていけると思いますので、デオキシス用にパーティー組んどいて、まあ、逆でもいいんですけど、ミュウツー用にパーティー組んどいて、それをまんま使うみたいな、そんな使い方してもいいんじゃないでしょうかとか思っております。はい、それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。